時刻は10時16分を回りました。この時間は占いをお届けします。お相手はピラリー・クリントンがお届けしたいと思います。今日のあなたの運勢を12星座で占ってみたいと思います。まずは、お羊座のあなた。今日の総合運は68点。こまごまとした ことが片付く日になるでしょう。書類の提出や支払い、連絡、修理など、生活の細々としたことを片付ける最終的な日。自分なりの優先順位をつけてみましょう。簡単な、簡単にできそうな順番でも、時間に迫ら、迫られている順でも構いません。すべてにおいて少しずつ手をつけてみるのもいいでしょう。そして、 そんなあなたの恋愛運は、ピュアな思いが満ちる日、あなたのけなげさが増して、異性はあなたのことを放っておけなくなるでしょう。そして、大仕座のあなた。今日の総合運は80点。できることとできないことの線引きをしましょう。できること、できないことをはっきり線引きしておくと、 あなたのプライドが許さないかもしれません。でも、長い目で見れば、この決断が間違っていないと分かって、あなたの評価は高まるでしょう。そして、あなたの今日の恋愛運は、変わった運気、周りからの人気が今一つの異性に引きつけられそうです。あるいは、自分だけの恋を追求したい気持ちになります。そのまま突き進んでも、きち、恋を楽しもうとする気持ちが、 より良い恋を引き寄せる秘訣となるでしょう。そして双子座のあなた。今日の総合運は69点。素早い対応ができる日でしょう。テンポのいい会話が笑いを誘う、誘いますね。そして誰かの声にすぐ答える身軽さが感謝されるでしょう。そしてそんなあなたの恋愛運は恋が空回りする暗示。頑張っても気持ちが焦るばかりで。 あまり成果が出ないかもしれません。異性と気持ちがすれ違う日なので、受け答えは落ち着いてするといいでしょう。そして、カニザのあなた。今日の総合運は93点。最高ですね。絶好調な運気に乗って活躍できそうな日。何事もスピーディーな対応が決め手となるでしょう。やりたいことがあるのなら、ためらわずに挑戦していきましょう。 多少の力不足や経験の浅さは気力でクリアできるはずです。特に共同作業なら、それぞれが足りないところをうまく補って想像以上の結果が出るでしょう。そして、獅子座のあなた、いいものを吸収して栄養にできる日。今日はいいものを吸収して自分の栄養にできる日なので、 いつもより謙虚な気持ちで周囲の人の言葉に耳を傾けてみてはどうでしょうか何かわからないということがあったら遠慮せずに質問してみるといいでしょう。そしてそんなあなたの恋愛運は理想の恋を追い求めたい気持ちが強まりそうです。気持ちが引き締まり積極的に恋を進めることができるでしょう。そして 乙女座のあなた。自分の本当の気持ちに気づきそうです。少し後ろめたくなるのも感じるかもしれませんが、でもその気持ちを無理に押し込めないで、見ないふりをするよりも、どうしたら解放して健康的な方向に活かせるかを考えてみてはどうでしょうか。場合によっては、今の環境を変革できるかもしれません。また、 あなたに何らかの指導や注意が入り自分の方向を周りに否定されるように感じることがあるでしょう。でもそれはあなたの今後に役立ち喜ぶべき助言という可能性もあります。そして恋愛運はテンポよく恋愛が進展していくでしょう。あなたがちゃんと返事をしたわけでもないのに、誰かがすでにあなたと付き合っていると思っている暗示もあります。突然プロポーズされて人生が一変することもあるかもしれません。 そして、天秤座のあなた。今日の総合運は65点。しあ小さな幸せをた,たくさん見つけられる日ですね。日常の出来事の中に小さな幸せをたくさん見つけることができるでしょう。この世界に限られた命を持って生きている奇跡に目を向けてみてください。そして、そんなあなたの恋愛運は、あなたの 苦労症なところがクローズアップされます。自分が尽くすだけの恋にはまってしまったり、取り越し苦労をするということが考えられます。もっと恋愛に対して欲張りになれれば、自分に合った恋に巡り会えるでしょう。そして、サソリ座のあなた。世代や性別、社会的立場を超えて、幅広い人間関係を築きたいです。 そしてそんなあなたの恋愛運は駆け引き上手になれそうです。今日のあなたは何をやっても他の人より一枚上手。異性の気持ちも上手に操ることができるでしょう。そして、いて座のあなた。意識が外の世界に向く日です。内向的になっている自分を感じていたのなら、今日は積極的に楽しいこと、面白いことを追い求めてください。 そして、そんなあなたの恋愛運は、異性に頼りたいという気持ちが強くなって、妙に力んでしまいそうです。あなた自身が生き生きしていなければ、異性もあなたの魅力についていかないでしょう。そして、山羊座のあなた。総合運は84点。友達や仲間との交流が楽しい日です。 人気運のある日なので、パーティーなど、イベントや、はい、参加してみましょう。そして、もし何も予定が入っていないなら、あなた自身が企画して周囲に呼びかけてみるのもおすすめです。そんなあなたの恋愛運は、あなたを中心に恋模様が展開されそうです。あなたをめぐって異性が奪い合うなんてこともあるでしょう。 恋のライバルはあなたに敗北宣言してきそうです。まるで映画の登場人物になったかのように恋を楽しむことができるでしょう。そして、水が座のあなた。総合運は72点。いつもよりも攻めの姿勢で行きましょう。扉が次々と開かれていくような感覚を覚えるでしょう。そして、そんなあなたの恋愛運は、欲求不満が募りそう。 いいところまで行くのに、最後でつまずく感じです。また、あなたに思いを寄せる人がいるという噂があるのに、その人が誰かはっきりしないということも、焦らず成り行きを見ましょう。そして、魚座のあなた。総合運は96点。今日は健康増進や美容に時間をかけてください。 肌や髪、爪の手入れをしたり、マッサージやストレッチをするといいでしょう。そんなあなたの恋愛運は、恋愛に全力投球しましょう。その結果、恋愛で思った以上にいい結果を手にすることができるでしょう。ということですね。あ、そして、そうですね。メールが来ているので、双子座のあなたをですね、 69点。今日の恋愛運は恋が空回りするンジです。頑張っても気持ちが焦るばかりであまり成果が出ないかもしれませんので気をつけてください。それでは皆さんありがとうございました。ピアラリー・クリントンでした。